キープレイヤーオブザマッチというのを、コブというものをちょっと考えてみようかなと思ったんですけど、あの、マンオブザマッチとは違って、あの、最高に一番良かった選手ではなくて、あの、キーを握っていた選手という意味で、なんかこう、選べないかなと思ってたんですけど、あの、フロンターレ側から言うと、4人ぐらい候補が出てきてしまって、収拾がつかなくなってしまったんですが、あの、まあ、守備的な話で言うと、谷口選手かなと思っていて、あの、山村選手、あと、まあ、佐々木選手っていう、その、普段とは違うメンバーで最終ラインを組んでいて、まあ、山村選手はちょっと、まあ、何試合か出てますけど、あの、うまくコントロールできているなと。あの、フロンターレの即時奪回っていうのは、最終ラインが高くないとダメなんだけど、そこら辺のラインコントロールがすごくうまくできてるなって感じがしていて、まあ、その局面の対応もやっぱり気が利いているというか、あのすごい、ディフェンスでこう相手を封じ込めるような動きが続けてできているので、まあ、名古屋さん的にはあの彼の存在っていうのは嫌だっただろうなというふうに嫌でしたね、うん、思いましたね。あと、まあ攻撃面でいうと、まあ、家永選手かなと思っていて、あの、まあ他にも、いい選手いるんですけど、まあ、彼のさっきも言いましたけど動きがねかなり名古屋にしてみると面倒くさかったんだろうなと思っていて、ポスト叩くシュートもありましたけど、うん、やっぱり攻守で、ポイントを作れる選手だなというふうにちょっと思いましたね。あとその鬼木監督が試合をコントロールするっていうような言い方をあの試合の前に言われてたんですけど、こうコントロールという意味では立花田選手がやっぱり、まあ、効いてたなというか、あのすごい働きぶりだったなと思って見てましたね。まあそんな感じで、あとまあ山村選手なんだかんだすごいなとちょっと今思っているんですけど、そんな感じの、はい、あので、誰がで自分で やろうって言っといて結局4人も選んじゃってるっていうところで、あの企画としては破綻してるんですけど、誰にしようかなっていう、誰がいいんだろうな。立花君でもよかった。まあでも、揉むなんだよな。マーモザマッチのレベルの働きではあるんだよな。うん、なんか、そうですね。対戦相手視点で言えば、もう谷口君がとにかく嫌でした。ああ。やっぱいちいちいいところを抑えられちゃうんですよね。そうですよね。あの、なんだっけ、うん、スローインを突然カットするとかいう場面もあったし。ありましたね。はい、うん、配球もやっぱうまいし。うん。いや本当ポジショニングもラインコントロールももうなんか攻撃の起点になるようなパスとかもそうだし、ここ一番でも鋭いですよね、うん、ここ一番で相手を止める動きもすごかったですしね、うん、じゃ あ, あの今井さんの助言を受けて谷口選手にしま す, そうです、ね、なんかもういいところ本当に あそこ通ればなみたいなやつも大体カットされてましたからね、うん、そのなんか変な言い方ですけど、あのジェジェがいたらジェジェがこういう動きしてくれるんだろうなみたいな感じのところもあったりとかして、こう体投げ出してうって足を伸ばすみたいなカットみたいな感じですかね、うん、イメージ広いスペースを、ね、あもうそのカバーリングしちゃうんだみたいなところとか、確かに対人の強さももちろんですし、うん、高さもそうですよね。やっぱり大体跳ね返されましたもんね、彼のところ。確かに、うん、酒井選手頑張ってましたけどね、なかなかやっぱり、うん、壁崩せなかったというか、そういう感じはしましたけどね、うんうん、なるほど。じゃあまあ、谷口選手すごかったというところで、フロンターレサイドはじゃあ谷口選手にしようと思いますが、はい、いかがですか、岩井さんは。名古屋としてはこっちもなかなか迷うところですよね、だから、うん、試合を左右するっていう観点で言えば、やっぱりその攻撃、昨日はやっぱりその、まあ、昨日というかうまくいってない試合
によく起きる現象がやっぱりその間延びなんですよね、今のチームって。前から行こうとしてるチームなんですけど、こう前から前線だけ前に行っちゃってみたいなとことか、後ろがやっぱり追い切れてなかったりとか、まさに昨日谷口くんがなんかプレスは、ね、全部揃ってないといけないみたいな話してたのもありましたけど、そこが揃ってないままやっちゃってるんで、うまくいってないっていうところが難しいですよね。本当プレスそこが肝で、うん、いかにコンパクトにいくかっていうところが生命線ですからね。ただ後ろはむやみに上げられないんですよね、やっぱり安全第一なので。ってことはいけるっていう何かこう勢いなのか判断に足る要素なのかみたいなのがないとできないんですけど、それを作るのはやっぱりその何だろう、自分たちの時間であるとか、何かこう大丈夫って思えるものだと思うんですよね。その一つがやっぱ前線の起点だと思うんですけど、この意味でまあ、なんかこういう言い方すると先輩みたいになっちゃうのもなんかかわいそうなんですけど、酒井君のところがもっとうまく使えてればというか、彼にうまく頑張らせるようなボールを送るのか、なんかこう形を作るのかみたいなことができていると、なるほどなって思うんですよね。まあ、谷口君との競り合いがなかなか難しかったってもちろんあるんですけど、なんか鳥栖時代の酒井君ってそこでもうガチって収めちゃうみたいな感じがあったんですけど、それがそのまま出てきてないっていう、名古屋ではなかなか出てきてないっていうところを見ると、やっぱり彼がそれをやりやすい状況作りであるとか、なんか流れみたいなのがあるんだろうっていうのはなんか薄々思ってるところで、いわゆる距離感がまあ悪かったんでしょうね。先ほど来ちょっと説明していただいてますけど、 両サイドハーフが張るところにいることによって、まあ、先頭選手だけになっちゃうっていうところがあるでしょうからね。で、稲垣レオの両シルバーの両方は、まあ、もうちょっとこうチャナと脇坂君見とかなきゃいけないみたいなところで、なかなかこうフォローが難しかったんだろうなとちょっと思いましたね。あと、今の文脈で言うと、多分マルシーニョの飛び出し、やっぱ味覚というか、名古屋の後ろを重たくさせた理由にはなるのかなとちょっと思いましたね。それはちょっとあると思います。前残りみたいになってて、うかつにこうそこ開けらんないなみたいな、対応はなんか余儀なくさせられたというか、いきなり失点しちゃいましたからね。やっぱああいうのあるとなかなか上げづらさもあるだろうし、後半ね、マルシーニョがこうラインを見ながら行くぞ行くぞっていう状況で飯永選手からパスが出たっていうのはありましたけど、ああいう駆け引きを多分ね、最終ラインとしていたはずで、駆け引きがあえて可視化されるのはなかなか面白かったですけど、ですね。なんで、なるほど。僕は個人的に中谷選手やっぱ結構好きな選手なんですけど、失点の場面ってバックパスしようとしてちょっとだけ届かなかったじゃないですか、触れてたら多分また違ったんでしょうけど、あれででも落ち込むことなくこう盛り返して、カバーリングやったりとか、対人で頑張ったりとか、起点になったりとか、まあ、なんかこうすごく気持ちの入ったプレー見せてくれてたんで、僕はやっぱり嫌だったというか、その場面だけ、あの場面がなければって言い方になっちゃうんですけど、もちろん、まあでもやっぱ相変わらず嫌だったなというふうにはちょっと思いましたけどね。まあ、あの対応はもう本当になんかチャナティックのスルーパスが生まれる前の段階でもう後手踏んでるところはありますからね。なんかこの試合ずっとそう、ずっとというか前半特にそうでしたけど、やっぱりボール失った瞬間の動きが相手の方がことごとく早いみたいなところがあって、なんかこう前半も結構あったじゃないですか、そのチャナティップがワンタッチでボーンってすごいパス通してくるみたいな、あれもまあ彼の能力の一つではあると思うんですけど、それ以上にそのなんだろう、名古屋が動いてないから余裕持ってもそこで展開できちゃってるみたいな、なんかそんな風にも見えたんですよね。なるほどね。
うん、であの瞬間もやっぱり一つ前に失ってチャナティップに渡ってっていうところがなんか普通に進んじゃってるんで、うん、であんな距離のスルーパスをあんな人のいるところに通されるっていうのは確かになんか一つ対応遅れてるんじゃないかなみたいな。チャナティップにあの脇坂君からパスが入るんですけど、もうそれぐらいのタイミングにはこう、うんうん、マルシーニ走り出していて、すごい長い距離をこうパワーかけて走ってるんですよね。で、うん、相手の局面を変えながら、で、まあ、ダミアンが手前で触りかけたのも多分ちょっとこう名古屋さんとしては、うん、あの意表を使えたというか、ちょっとこうタイミングがずれてしまった原因ではあるのかもしれないですけど、うん、まあでも触れそうで触れないパスって、まあ、本当によくあるパスだから、まさにそういうパスだったのかなという気はちょっとしますけどね。うんうん、まあ、ちょっと、まあでも、なんか、なんだろうな、あの、個々の力はもう間違いないので、もうちょっとこう、チームとしてのまとまりが出てくればっていう、今更の話なんですけど、いえいえ。のかなってちょっと思いましたけどね。そうですね。まあ、酒井君、まあ、あるいは銭湯君ですね。彼の能力を生かしきれてないところはやっぱりあるなって。なるほど。彼、うん、やっぱこうやって味方になって見てみると、彼、その、すごい、ボールコントロールが上手なんですよね。酒井君ですか？ああ、銭湯君。あ、銭湯君。はいはいはい。非常にその、タッチが上手で、なんかすごい、時にトリッキーに、時に何でもなく、難しいボールをストンと自分のボールにしちゃうのと同時に、ワンタッチパスがすごく上手なんですよ。視野が広くて、ワンタッチパスが上手で、あのいい形というか、まあ、彼が欲しいタイミングでボールが来て、で動き出しがあれば、そこにワンタッチでスパンで通せる力があるので、昨日の試合もいくつかそういうのはあったと思うんですけど、あんま目立たなかったですけどね。まあ、そういうのを期待されてるでしょうしね。うんうん、でそれをやるために彼はトップ下としてボールの位置にいることを意識しているっていうのは、あの昨日の試合でも言いましたし、トス戦の前だったにも言ってたんですよね。あのむやみにあんま下がらないよというか。なるほど、なるほど。でその一方でトス戦ではその彼が自由に、まあ、ボランチ的に落ちてボールをさばくみたいなやることによってリズムが上がったみたいなところもあったりとかして、なんかそうで稲垣君とかが気を利かして前に競り上がってこううまいバランスを取るみたいな形もできつつあったので、なんかそのあたりもっとこうまあトップ下としての仕事っていうのももちろんですけど、その辺はもうある意味流動的にというか、この3人だったらなんならこう攻撃の時だけ例を下げて稲垣先頭で前2人みたいな形にしたっていいと思いますしね。稲垣君だったらそれでも戻ってくるだろうから、ディフェンスになった時に。確かに。なんかそういうのも面白いんじゃないかなって思ったりしますよね。なんか仙藤君っていうと、あの高校時代のプレーをすごく強烈に覚えてるんですけど、その後こうプロに入って、泣かず飛ばずというと怒られてしまうんだけど、その、爆発的に活躍はしていないんだけど、多分通好みのすごくいいプレーを続けていて、まあ、それがもしかしたらこう名古屋でハマってくると出てくるのかなって気もしますけどね、今話を聞いてると、まあまあちょっとじゃあまあ酒井君キープレイヤーキーオブザマッチ酒井先頭あたりってことになるんですかね。そうですね、酒井君はもっと上手に、まあ、この2人はもっと上手に使えればっていう、あります